手を挙げて終了の合図をしてください。競技時間は15分間です。それではどうぞ。始めます。神戸カプチーノクラブ佐保千葉店武田理恵子です。よろしくお願いいたします。本日はエスプレッソという小さな一杯から広がる美味しさや甘さを皆さんにお伝えしたいと思い、 UCC ラルゴオーセンティックローストというコーヒー豆をご用意いたしました。ラルゴという言葉はイタリア語でゆっくりと悠然にという意味があります。そこで本日のテーブルコーディネートは大人の少し落ち着いた雰囲気に緑を添えて、コーヒーチェリーを赤いカップに変えて皆さんにお届けしたいと思います。まずはカプチーノから2名様ずつお作りいたします。カプチーノの中にエスプレッソをしっかりと感じていただきたいので、大切なクレマが広がりすぎないカップに、ミルクはラルゴの美味しさをさらに押し上げてくれるこちらの美味しい牛乳でお作りいたします。描くデザインはエスプレッソとミルクのバランスが一番良かったと感じたものなんですが、そちらは楽しみにお待ちください。スプーンはお客様から見て右側の大きい方からお使いください。使用済みのスプーンはこちらのプラスにお願いいたします。ありがとうございます。お待ちの間、こちらラルゴの香りをお楽しみください。キャラメルのような香りが残ってきます。お二人でお一つずつどうぞ。カプチーノからご用意いたします。失礼いたします。広げてお使いください。出来たてお召し上がりいただきたいので、目の前でお作りいたします。本日はチューリップのデザインでご用意させていただきます。一口目にはビターチョコレートを感じます。そして二口目にはミルクチョコレートのような味わいに変化していきます。どうぞお召し上がりください。お待たせいたしました。口の中いっぱいに広がるのはキャラメルのような甘さです。すぐにお作りします。もう少々お待ちください。
せいたしました。味わいが変化していくカプチーノです。どうぞお召し上げください。大変お待たせいたしました。カプチーノのお味はいかがでしょうか。美味しいカプチーノは美味しいエスプレッソだからこそ作り出せるものだと思います。エスプレッソというのは小さな一杯の中にこのバスケットのような味わいを感じることができるんです。ナルゴの中にはどのような味わいが隠れているのか想像を膨らませながらお待ちください。エスプレッソも2名様ずつお作りいたします。先ほどお楽しみいただいた香りはさらに豊かになり、柔らかい蜜を口にしたようなマウスフィール、そして柑橘系の酸を感じます。そして口の中に広がるのはまるでオレンジマーマレードのような濃厚なフルーツの持つ甘さです。皆さんがエスプレッソをお飲みいただいている間にシグニチャードリンクのエスプレッソ抽出の準備をさせていただきます。
はいかがでしたでしょうか。今からお作りするシグニチャードリンクでは、ナルゴのアメリカーノに3つの食材をプラスして、ナルゴの持つ味わいをさらに引き出すことで完成するシグニチャードリンクです。まず1つ目は玉露です。玉露に私はナルゴの持つ甘さやマースフィール、とても似たものを感じました。そこでペーパーを通すことでさらに上質なマースフィールとなり、甘さに柔らかさをもたらします。ナルゴのアメリカードはアメリカードにしてみました。玉露の甘さが最も引き立つ60度前後にまで温度を下げています。なのでお飲みいただくときにはとても飲みやすく、甘さを最も感じやすい温かさです。茶葉が大きく広がり始める前に抽出された部分が最も美味しくお飲みいただける部分で、取れる量はごくわずかです。ここで本日はお茶ということもあり、小さめの湯飲みでご用意させていただきます。まずはこの時点で生まれているマウスフィール、甘さ、アフターテイストを感じてみてください。大変お待たせいたしました。まずは一口だけお飲みください。いたします。この後は皆さんにも少しお手伝いをお願いしたいと思います。いたします。こちらに加えるのは 100% 和三盆のみで作られたお東です。そちらを溶けるようにゆっくりと混ぜていただいていいでしょうか。まずはこちらを一口お召し上がりください。どうぞ。はい、失礼します。どうぞ。ここへ私がグレープフルーツの果汁を加えていきます。どうぞ。